れは大変でしたね。そう、カヌーで3週間、4週間。これはもう眼鏡大切です。GUI、なんか TER ってよく間違えたんです。なんで TAR なんだろう。あとね、なんでクレジットですか、ね、僕からギタリストの増田さんにクイズなんですけど、はい、ギターの綴りってどうなってます？ギターはね、GUITAR、うん、そうなんですよね、うん、GUITAR ですよね、うん、中学校でね、習う単語ですけど、うん、ギターっていうと、僕中学生の時に、うん、GUI、なんかね、TER ってよく間違えたんですよ。まあ発音からするとね、ね、ターって、英語でターって言ったらやっぱ TER じゃないですか、うん、すごい疑問に思ったんですよ。インターナショナルとか TER じゃないですか。ああ、DER、うん、なんで TAR なんだろうと思って。ああ、まあ確かにね、うん、なんでわざわざギターで、まあそれよく引っ掛け問題で、そう、で、ね、博物館入っていろいろ仕事してて、まあ、すぐ分かったんですけど、うん、実はね、TAR、タールってペルシャ語で弦っていう意味なんですよ、うんうん、ああ、うん、だからなんだっけ、インドのシタール。あ、シタールね。そうね、うん、で、ちょっとここにいくつかちょっと楽器持ってきたんですけど、これね、まあ、インドから、まあ、パキスタンとかイランとかイラクとか、その辺の中、南アジアから西アジアにある楽器なんですけど、これ、うん、こうね、まあ、ちょっとちゃんとした音ならないですけど、これだけなんですよ。まあ、音はいいんですけど、ここに弦1本だけですね。あ、1本だけなんです。この楽器、名前をエクタールって言うんです。エクタール。エクってペルシャ語で1っていう意味なんです。あ、そうなんだ。一弦だからエクタールなんです。うんうん、で、まあ同じようなエクタール。まあ地方によって楽器の名前っていろいろあるので、必ずしもそればっかりじゃないんですけど、こういうのもエクタール。要するに1本の弦の楽器。うん、これもエクタール。エクタール。1本ですよね。うん、で、2本の弦がドタール。ド、うん、ドタール、あ、ドっていうと2ですね。で、3本の弦をセタールって言うんですね、うん、で、これセタールっていう楽器なんですけども、セタール、これ実際にはまあ今はね、普通4本、普通ね、うん、まあ、ペグ今4つありますけども、まあ4本貼ってある、あるんですけど、うん、まあもともと3弦だったんですよ、セタールは、ね、3ストリングっていう意味なんです、うん、なので、これがセタールなんで、うん、で、じゃあギタール、うん、タール、まあ、GUITAR、うん、が何なのかっていうと、実際のところ「ギ」っていうのがじゃあ何を表すかっていうと、そこねよく分かってないんですよ、うん、でもまあ順番からいくと、まあもともとギターって予言だったんです。最初は予言、4コースだったんですよね、うん、それがまあ5になって、まあ現在のまあ6にどんどん、まあなので、まあギター、実際にはその TAR の部分は弦っていうで、ギの方はまあ何らかのその数とか、あとそういうまあ弦楽器、タールのなんか種類っていうことでギター、うん、ギターってなったんです。で、さっき最初に言いましたけど、インドのシタールのシっていうのはあれ、なんかね、はっきり分かんないですけども、100とか1000とかいう、すごい数が大きいっていう、そういうたくさんあるっていう意味で、うん、シタールって呼ばれてるみたいですね。でもどちらにしろ、そのタールってつくのは、ペルシャ語の弦から来てるんですね。まあ、今の話、普通はなんか図鑑かなんか見せながら話せる。実際に物があるっていうのがちょっと面白いな。なんか弾けますな。いや、これちょっとまあ全然弾けないですけど、さすがに、さすがにそれはね、そこまで、それ勉強して帰ってきたらそれ留学ってそうなんですよね。まあそんなわけでね、あのギターのちょっとだけギターのね、あの名前の由来を、由来をね、話してあるんですけども、はい、あとね、まあ、これも今さらなんでって言われたらですけど、これギターのさ、ギターの、このギターの最大の特徴って何だと思います？ギターの特徴は、その外見的な、なんだろうな、くびれかな。そう、まあそうですよね、これですよね、うん、そうですね、うん、この八の字型のくびれですよね、うん、でも足台に乗ってこうするからっていう、じゃあここ別にこうである必要ないわけじゃないですか、うん、これなんで組み出てるんですかね。ね、うん、
ね、なんでだと思うんだ。ギタリストなんですからそこは。いやまあもう知ってるんですけどね。知ってるこれくびれてる理由っていうのは、うん、もともとこのギターの前身にビュエラっていう楽器があったんですね。もちろんご存知だと思うんですけど、ね、うん、ビュエラには弓、急奏、弓で弾くときと指で弾くとき、断層なんですけどね、うん、2種類の弾き方があったんですね。一つの楽器を弓で弾いたり指で弾いたり、いわゆるビューエラでマノとビューエラでアルコ、うん、ね、で指で弾くときはリュートと同じで別にここくびれてる必要はないわけですね、うん、こう持ってこう弾くだけですから、まあ、ですね、うん、でも弓で弾く場合はどうしても一番隅の弦を弾くにはこここれあったら一番隅の、ね、うん、だ無理ですね。だから、うん、今でもバイオリン、ビオラチェロっていうのはここがくびれてるわけですよね、うん、弓が、棒がこう通るところを削らなきゃいけない、うん、で、それでビベラっていうのはどちらにも使うために削ったんですよ。アルコでもマノでもできる。で、それがこの断層、指で弾く方がその後発展して主流になっていったので、うん、そのままその当時の名残で今でもくびれた状態になってるんですね。だから本当だったら別に弓で弾く必要ないので今でも別にここはくびれてる人は、ま、実は全くないわけですよね、まあ、こっち側に関してはそうですよね、うん、こっち側に関して、ね、作るって考えた時もわざわざこれ1枚の木なのでわざわざ曲げるっていうね、それは全く手間がある、うん、まあ、ただやっぱり楽器っていうのはその見た目の美しさっていうのもやっぱり重要な要素になるんだね。でも実際に今でもマンドリンなんていうのはうん、ね、リュートの、まあ、形とほとんど同じですけど、ね、今でも別にくびれてないわけですから、うん、別にくびれてる必要っていうのはこれっぽっちもないわけですし、まあ、ないですね、うん、で実際にエレキギターもくびれてないですからね。ああそうですね、確かにね、うん、くびれてる必要がないから、うん、そういうわけで、いろんな理由があるんですよね。何かの形を真似したっていうのと、うん、やっぱ実用的な理由と、そうなんですよね、うん、というわけでまあ、うん、ギターのね、名前の由来と、まあ、ここが、ね、最大のなぜこの形になったかっていうのをちょっとお話ししました。